大友愛は、日本の元バレーボール選手。宮城県泉市出身。ニックネームは、U.I.。マネジメント契約先は株式会社アーキテクト。中学校1年生からバレーボールを始め、当時のバレーボール部監督にその素質を見出される。中学、高校時代チームとしての全国大会出場は、なかったが、中学時代全国。 都道府県対抗中学バレーボール大会に宮城県代表として出場し、オリンピック有望選手に選出。高校3年生時には世界ユース選手権優勝、アジアユース選手権準優勝を経験した。2000年 NEC レッドロケッツに入団し、1年目にしてレギュラーを獲得。翌年2001年には全日本代表にも初選出され、レギュラーセンターとなる。 ブロード攻撃は彼女の代名詞となった。2003年、柳本昭一が監督に就任後も代表に選ばれるが、大山かな、栗原恵みら次世代エースの台頭もあり、チームに馴染めずモチベーションを上げられないまま、初めて全日本で控えに回り、出場選手のビデオ撮りの役目になったのだが、私はビデオ撮るために来たんじゃない、という気持ちが強くなり、 必要のない選手なのであれば、必要とされているチームで自分を磨きたいと、自ら代表を離脱した。しかし、母と祖父の相次ぐ高いおきに、再挑戦を決意。2004年、アテネオリンピック世界最終予選前に全日本へ、復帰、日本の2大会ぶりのオリンピック出場に貢献し、アテネオリンピック出場を果たした。そのアテネでは、世界初のバックブロードを決めた。 2005年のワールドグランプリでは、本来のセンターから、ライトポジションにコンバートされ、大勢や栗原不在の中、エースアタッカーとして活躍。同大会でのキャッチコピーは、勝利を呼ぶワンダーガール。決勝ラウンドが、出身地の仙台市で開催されたこともあり、地元仙台では、福原愛、宮下と愛と共に、仙台の三代、愛ちゃんと呼ばれていた。 2006年1月13日、ビーチバレーボール選手、山本達夫と結婚、妊娠2ヶ月であることを発表。同年3月31日に NEC を退職し、同年8月、3296グラムの長女を出産した。その時点では、本人は育児休業中であるので、現役復帰しないと語っていた。その後、山本愛名義で、 ジャンクスポーツなどの TV 番組にゲスト出演していた。2008年4月14日、ヒソミツ製薬スプリングスに入団し、2年ぶりに現役復帰することが発表された。2008から2009シーズン終了をもって、ヒソミツ製薬スプリングスを退団し、2009年7月1日付で JT マーベラスに入団した。2010年3月23日、 日本バレーボール協会から2010年度バレーボール日本女子代表チーム招集登録選手が発表され2005年以来の日本代表チームに招集された同年11月の世界選手権に出場し銅メダル獲得に大きく貢献した2011年5月第4回ベストマザー賞スポーツ部門を受賞同年9月に行われたアジア選手権において 右膝の全十字人体と内側側腹人体を損傷する怪我を負い、全日本チームを離脱。これにより、ワールドカップ及び V プレミアリーグ2011-12シーズンは出場困難と発表された。2012年3月、山本達夫と離婚、今後は大友愛として活動すると報じられた。2012年6月、怪我から復帰し、 ロンドンオリンピックの代表メンバーに選出された。大友自身通算2度目のオリンピック出場となる。同オリンピックでは、ロサンゼルスオリンピック以来28年振りとなる、全日本女子のメダル獲得に貢献した。2013年4月22日に2012から2013、シーズン限りで現役を引退することを発表。2013年、第62回クロアシ期全日本。 男女選抜バレーボール大会準決勝の NEC、レッドロケッツ戦で敗れ、これが選手生活最後の試合となった。試合終了後にはかつて NEC や日本代表で共に戦い、同じく今大会で引退する杉山翔子からねぎらいの言葉をかけられた。2013年8月8日、柔道家の秋元刑事と再婚。 2021年現在、秋元との間には3人の子供がおり、山本との間の娘を合わせて4児の母親となっている。日本のセンタープレイヤーの中でも抜群のスピードと攻撃力を誇り、中でもブロード攻撃は最大の武器と言える。過去に所属したチームでは参加したすべての大会でレギュラーメンバーとしてスタメン出場。 日本代表でも辞退した2003年以外は、レギュラーメンバーに定着。2010シーズン、全日本での戦略により、サーブをフローター・ジャンプフローターに変更。V プレミアリーグレギュラーラウンドにおける、個人成績は、下記の通り。ありがとうございます。